速報伊藤純也さん、日本代表に復帰した途端、告訴された女性から反撃に遭う。日本代表に復帰した伊藤純也選手が女性2人への問題などで刑事告訴されていた件で、女性側は二重化、伊藤選手を不起訴にした大阪地検の処分は不当だとして大阪の検察審査会に審査を申し立てた。女性側の代理人弁護士が明らかにした。女性2人が今年1月に伊藤選手を刑事告訴し、伊藤選手側も2月、訴えは事実に反するとして2人を虚偽告訴容疑で告訴していた。大阪地検は8月、双方を不起訴とした。お互いに不起訴だから、真実は闇。地獄の果てまで、もう意地だろこれ。伊藤の弁護士は全くのでっち上げって言ってるんだけど。証拠がないのだから刑事は無理でしょ。週刊誌に垂れ込むのが正解なのでは。申し立て遅いよ。金曜の夜に公表するってことはメディアに追及されたくないんだろうな。当事者の意思関係なく弁護士同士が争ってる感じがする。本来伊藤はおまけで、女性側の目的も X 氏でしょ。X 氏とやらが一番警察から聴取受けたって話どっかで聞いたな。代表に復帰できたしもうやめときゃ良いのに伊藤の代理人が深追いするから泥沼化しそうだな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。